オホーツク、オホーツクは、北海道旅客鉄道、JR 北海道が、札幌駅網走り駅間を、函館本線、宗谷本線、関北本線経由で運行する特別急行列車。本港では同じく、宗谷本線、関北本線を経由し、旭川駅網走り駅間で運行される特急、大雪、大雪のほか、関北本線で運行されていた、 優等列車の遠隔についても記述する。愛称自体は、1959年、昭和34年9月に、旭川駅リー駅間で運行を開始した、準急列車として使われ始めたもので、1960年、昭和35年7月に、札幌発着に変更、1961年、昭和36年10月には、急行列車に変更されて、 箱館八着で運行されていた。1964年、昭和39年10月1日に、札幌八着に戻されたが、1968年、昭和43年10月からは、名寄本線経由、旭川駅縁がある駅をコッペ駅名寄駅間の、急行列車として運行されるようになった。現在の列車種別、運行経路となったのは、1972年、 昭和47年10月2日のことで、札幌駅し走駅間の大雪のうち一往復を特急列車 31D32D に格上げするにあたり、おほうつくの名所を転用したことによるものである。これ以降、特急おほうつくは、急行、大雪の格上げ、特急、大鳥の再編、九州によって増発され、1992年、 平成4年3月に中高4往復、夜行1往復の往復となった。しかし、2006年、平成18年3月17日には、同日発の列車をもって、夜行の9 1 0号の定期運転が終了。臨時運行は2008年、平成20年3月16日発まで運行し、中高のみ4往復の体制となり、2017年、 平成29年3月4日のダイヤ改正では、4往復のうち、日中の2往復を、旭川駅で、系統分割し、ライラック、大雪として分離したため、以降に往復の運転となっている。列車名は、北海道北東部に広がるオホーツク海に由来する。日本国有鉄道、JR を通じ、唯一ロシア語を由来とする名称が愛称となっている列車である。 愛称自体は、かつて、関北本線系統の急行列車として長く、起用されていたものである。1951年、昭和26年4月に、函館駅網走駅間の夜行急行列車、旭川駅網走駅間は普通列車に、与えられたのが始まりで、1968年、昭和43年10月1日大夜改正では、 関北本線経由の急行の列車名をすべて大雪に統合したため、全六往復の布陣となった。しかし、おほうつくへの格上げ等により、1985年、昭和60年3月14日には、中高の1.2号、旭川駅遠軽駅名寄駅間、名寄本線経由、夜行の3.24号、札幌駅やばっしり駅間の2往復となり、翌年11月には、 夜行列車のみが残っていたが、1992年、平成4年3月14日、ダイヤ改正で、おほうーくク9 1 0号として、格上げ、編入され、愛称が消滅した。その後、2017年、平成29年3月4日のダイヤ改正で、おほうつく4往復のうち、2往復を、旭川駅やわしり駅間に短縮した際に再び、 大雪の愛称が起用されることとなり、現在に至っている。列車名は、大雪は、北海道中央部にそびえる、大雪山が由来となっている。2017年3月4日、現在、おほうつクが、札幌駅や走り駅間に一日に往復、大雪が、旭川駅や走り駅間に一日に往復が、運行されている。 列車番号は2016年、平成28年3月26日以降、おほうつくが7 0 d 号数、大雪が8 0 d 号数である。所要時間は、札幌駅遠軽駅間が約3時間30分、札幌駅北見駅間が約4時間30分、札幌駅網走駅間が約5時間30分、旭川駅網走駅間が約3時間50分である。 最高速度は、札幌駅から新旭川駅間が時速1 1 0トル、新旭川駅網走駅間が時速9 5トルである。内棒運転所に所属する、キハ183系機動車が使用される。4両編成での運転を基本としており、2号車がクリーン車指定席、1号車と3号車の半室、旭川駅基準で、遠軽方が普通車指定席、 3号車の残り半室と4号車が普通車自由席となる。長らく基本番内を中心とする初期型の車両及び、その改造車を中心に運転されており、3号車にはグリーン席、普通席号作り車のキロ波182型が充当された。ただし、検査時に予備車である全室グリーン車のキロ182系。 キロ182から9が連結される場合があり、この時は亡くなる3号車の普通指定席の代替として、2号車と3号車の間に、増3号車が連結されていた。2009年、平成21年10月1日以降は、十勝から年出された後期型の車両、5 0 0 1号0 0番台と5 5 0 1号5 0番台、及びその改造車、 いわゆる NNN183 系が投入されるようになり、大雪が設定された2017年、平成29年3月4日以降は、同じ苗母運転所に所属する旧、佐ベ別用や、元函館運輸所の波動輸送用の NNN183 系、400番台も投入されている。2018年、 平成30年3月17日以降は、キロハ182型を除く、基本番台、200番台の運用が終了し、同年7月1日以降は、キロハ182型とキロ182系で、番台の運用が終了し、合わせて従来旭川駅基準でがある型に、配置していた自由席が、ライラックや、草屋と同様、旭川駅基準で札幌型に変更された。 当期の流氷観光シーズンには2015年までリゾート車両による臨時特急、おほうつく流氷、流氷特急おほうつくの風などが札幌駅網走駅間で一、往復運行されていた。車両は内部運転所に所属するキハ183系5200番台ノースレインボーエクスプレスが使用され同編成が検査に入った場合には オホーツク用の183系機動車が充当される。停車駅はオホーツクと同じ。列車名は目的地である旧網走市長や網走市が由来となっている。列車名は、いわゆる鳳凰など、架空の大きい鳥類を意味する言葉であり、運行開始時の列車相性の制定時には、特別休行列車は鳥類にちなむという国鉄の規定による。なお、 大空に続いての北海道内第2の特別急行列車であり、雄大さという点は共通するものの、当初は東京駅名古屋駅間特別急行列車の列車名に用いられていた。そのため列車名としては2代目となる。列車名は赤北、赤北、経由路線である赤北本線にちなんだもので、沿線地域の旧国名、石狩国と、 北見国が由来となっている。列車名は、網尻市内にそびえる天と山が由来となっている。列車名は、本州中部以北の海岸に自生する、バラカの落葉堤木ハ浜那須が由来となっている。なお、この名称は後に、青森札幌間を結ぶ、夜行急行列車として使用されていた。こちらの列車については、浜那須を参照のこと。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。